星の花火、ジャストミートさん、磯沼、帯さん、ハート、絆さん、星の花火、エイさん、三寸玉、絆さん、オダヤンさん、星の花火、北斗の鷹さん、エイさん、星の花火、アスパラさん、一寸玉、チロさんも一寸玉、リーサクさん、星の花火、ありがとう、こんばんは、こんばんはです。にゃ、今日はとても充実した一日を過ごしています。リキさん、ハートありがとうございます。こんばんは。こんばんはです。みんな、今日は火曜日、お疲れ様でした。エイランチさん、一寸玉、星の花火、ありがとう。今日は前々から決まった日から楽しみにしていた元マネージャーさんとのランチタイムがありました。そう、ちょっと前に決まったんですけど、連絡してくださって、もう本当に楽しみにしてたから、やっとだーって感じで、めちゃんこ楽しかったです。帝国さん、ハート、最新型ポンコツさん、タコの花火、ブラピーさん、ミーさん、星の花火、ヨーコちゃん、星の花火、ミーさん、ヨーコちゃん、一寸生、ありがとう、こんばんは。そう、いつもはね、東京に住んでる方なんですけど、昨日と今日広島に遊びに来る予定があって、ってお仕事って言われて、いや、ちょうど何もないですって連絡したら、東京帰る前に会いたいなみたいな、ランチどうですかって声かけてくださって、そう、ランチ行ってきました。ララバイさん、一寸生とありがとう。真空圏さん、ザキヤマさん、オリックさん、星の花火、ありがとう。そう、なんかランチしながらいろんなこと話したんですけど、そう、もともと STU のマネージャーさんもしてくださってて、でも何年か前に STU からは離れて、そう、東京のお仕事に変わって、お仕事がね、でも東京でお仕事が私もある旅とかお泊まりとかで会える時間もね、できるだけ連絡して会ったりとかしてたんですけど、1年以上会えてなくて、そう、会いました。もぐもぐさん、ブラピーさん、星の花火、最新型ポンコツさん、一寸生、ありがとう。そう、女性の方なんですけど、出会った時はそれこそめちゃくちゃ大学卒業してぐらいだったのかな、わかんないけど、なんか、うん、わっかーみたいな思ってたんですけど、まあ、今も変わらず、もう見た目全く変わんないから年齢聞いてびっくりしたんですけど、そう、もう可愛い感じのマネージャーさんです。めちゃめちゃ真面目で、めちゃくちゃ真面目な方なんですけど、日の光さん、クックさん、一寸生、フッチーさん、ゆいさん、星の花火、釣り吉さん、三寸玉と星の花火、ゆいさん、一寸生、日の光さん、ハチさん、星の花火、イキャーさん、三寸玉、ありがとう、こんばんは。そう、なんか何かがあるたびに連絡してくださったり、まあ、スラハが連絡したりとかしてて、お誕生日の時は絶対連絡してくださったりして、優しい方です。今は全くそのお仕事で関わったりとかはないんですけど、ガルアワの時にね、ちょうど元マネージャーさんもいらしてて、STU のステージ見てくださって、
そうちょっとステージ裏で会えたりとかしたんですけど、そうなんかいろんなねお話聞いてすごいなと思って感動しました。凛太郎さん一寸生、カズさん星の花火と一寸生ありがとう。そう今日はね元マネージャーさんとお出かけっていうかランチに行ってきました。ほんとねもうほんとにめちゃくちゃ短かった、ほんとランチ食べてお話ししてるぐらいだったから短かったんですけど楽しかった。またね紹介します。今日ねさっきインスタ上げたんですけどまた後日インスタにどのご飯屋さんに行ったか投稿したいと思いますので待っててね。めっちゃ美味しかった。持ち肌さんハート、リュウちゃん星の花火、リュウちゃん一寸生、持ち肌さんもてねうなぎさんも一寸生ありがとう。そうリフレッシュになった、楽しかったです。でその後はもともとなんかどっかお出かけ行こうみたいな話してて、なんかお買い物行けたらいいねってパセと話してて、マネージャーさんがね関東にやっぱ今ね新幹線が止まったりっていうか遅延したりとかしてるからちょっと早めにランチ終わったらそのまま帰るって言ってて、新幹線見送ってバイバイってした後にそうパセと合流してお買い物に行って、もともと全く見る予定ではなかったんだけど前々からもう気になりすぎてて、いつ公開されてるんだろうって思って、でちょうど調べたら先日公開されてたあの何だったっけな、ちょっと待ってよ、もう超恋愛映画なんですけど、信じられないぐらい高校の恋愛映画なんですけど、高校生描かれた恋を知らない僕たちはっていうあの元イコールラブさんの斉藤なぎささんがね出演されている映画なんですけど、キュンキュンしました。あんまり最近恋愛映画を見ていなかったのでちょっと恋愛映画を見てキュンキュンしました。でもなんか結構お笑い要素っていうかなんかバラエティ要素もめっちゃあって面白かったです。お父さんさんさんのマッセイさんバラ星の花火、お父さんありがとう。ひたちさん、ごうさん、かえとさん、一寸生、ようさん、一寸生ありがとう。てねうなぎさん、星の花火ありがとう。なんかね、ゆうさん、星の花火ありがとう。マジで今日見に行く予定じゃなかったんですよ。またいつか一緒についてきてほしいってパセに言ってて、そらなんか一人はなんか恥ずかしいしさ、だからパセにいつか行こうついてきてほしいって言ってたから、あそういえば今日映画館あるし映画館ついてるとこいるし時間があったらちょっと 見たいって話してたらちょうどいい時間帯のがあって、そう見に行ってきました。片田さん一瞬生ありがとう。ソラハに恋してます。嘘だ、100億年ぶりぐらいでしょコメントしてるの。覚えてるよソラハ、翔介さんだっけ、一時期来てくださってましたよね。今日同じ作品見に出た。なんかちょっと面白かったですよね屋台のシーンとか。嘘、なんでナータンさんで見に行ったんかな。あ、恋僕って略し方なのかな、恋を知らない僕たちは。で私個人的にはあの
オオカミちゃんには騙されないっていうアベマさんの番組に出演されていたリコさんも出演されてて、うわーってなりました。激アツー、ナータさんとリコさんが出演されてた。そう、ちょうど見れました。マセイさんハートありがとう、カタガさん推しの花火ありがとう。そう、なんかもう斉藤なぎささんの顔がもう強すぎて、こうあの画面でドアップで映るたびにキャーかわいいウェーってなってました。もうあとキュンキュン、なんか胸キュンシーンみたいな、なんかなんかキャーみたいな時もやばい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 とか言ってたから、シーッずっと怒られてました。うるさい、静かにしてって怒られてました。やばいやばい、もう息で喋ってました。やばい、なんかちょっと音声が音が盛り上がる時にてました。らしいってめっちゃ怒られて、うるせえって言われて、やばいやもうなんかキュン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 するし、なんかこっちが見てて恥ずかしくなるんですよね。なんて言うんだろう、やばいよそんなんし、やばいやばいやばい、急接近急接近みたいな。久しぶりにこの感情になりました、恋愛に。なんかおもろかったですめっちゃ定期的面白くて、ちょいちょい面白い感じの話挟んできてました。自然な感じの。クロマティさん、マセイさん、一寸玉、中さん、夢かわばる、ありがとう。そう、オオカミちゃんには騙されない、見てた。ブローさんハートありがとう、楽しかったで、久しぶりの恋愛映画。次は何だろうな、恋愛映画あるかな。恋愛映画マジでね、最近恋愛漫画も見れてなかったし、恋愛映画も見てなかったからいい、良かったですね。だから恋を知らない僕たちはなんか漫画で、ね、無料でなんか見れますよみたいな、なんか見たことあってちょっとだけ、だから気になってたから面白かった。みーさんレインボースター、村上さん星の花火ありがとう。で買い物ちょっとして帰ってきた、でもそんなに買ってないけど。みーさん星の花火ありがとう。そう、発売、あごめんなさい、発売前から気になってた、あのいつも私が使ってるのがね、もう全く何も聞いちゃったんですけど、セザンヌっていうプチプラのリップなんですけど、そのセザンヌさんから新しい 3D ジェリーリップっていうのが出てて、私うるうる、見ての通りうるうるじゃないと無理って人なんですけど、もうこれ色塗った後にうるうるを重ねてやっとうるうるって感じなんですけど、これ1本だけで結構うるうるになるらしくって買ってみました。01番買ってみた。そう、今日はちょっとね違う色塗ってるからあれなんだけど、もうめっちゃむっちりうるうるらしい。ちょっとピンクっぽいのかな、コーラル系なカラーですね。ピーチメルバ、またつけてみよう。ちょ今違うとつけてるからねあれなんだけど、ツヤのある唇になるらしい。プルンプルン、リップを買いました。あとなんかその防災グッズを今集めてるんですけど、なんか耳栓もあった方がいいって書いてて、なんかスポンジっぽい耳栓しか今最近私がいたところには売ってなかったんだけど、スポンジじゃないシリコン耳栓があったのでシリコン耳栓買ってきました。耳栓、あとは普通に髪の毛、私がいつも使ってるこのコームがちょっと汚くなってきたので新しく買い替えたいと思ってダイソーでコームを買って、もう超日用品を買いました。ウィングさん、だるまと星の花火、カイトさん星の花火、うなぎバターさん一寸生、カズさん結婚してありがとう。
今日はお買い物ランチお買い物映画デーでした。あとレッスンズボン買った。今日 GU に行ったら安くなってて半額ぐらいになってたので買っちゃいました。レッスンズボンかっこいい感じの、じゃん。なんかグレーじゃないな、何色茶色でもないんだけど、そう、なんかこの なんていうんだこのゴムのとこがなんかすごい なんていうのかな、こういうやつでゴムで、夏踊ってたらより足が熱いから薄い生地のシャカシャカで、なんか緑じゃないけど茶色と緑混ぜた色みたいな感じのカラーでかっこよくて買っちゃいました。レッスンで使うの楽しみ。ズボン買いました。他にもね買いたいものあったんだけど、なんかパッてこれだっていうのがなくて、今回はこれだけ。うん、赤木秀文さん、たまやー、ありがとうございます。嬉しい花火ギフト。そう、今日はすごく充実してました。で、あとなんか今日帰りにスーパー寄ったらね、お菓子コーナーに新商品みたいな書いてて、見てほしい。ミニサラダの塩キャラメル風味、えみたいな。私なんて言うんだろう、キャラメルっていうより塩キャラメルが好きなんですよ。こんなん私やんと思って、ちょっとミニサラダの塩キャラメル味買いました。やばい、リテールパートナーズグループ限定商品らしい。ミニサラダはどこにでもあるんだけど、塩キャラメル味はリテールパートナーズグループ限定商品だから、もしかして売ってるとこと売ってないところがあるのかもしれない。でも私がいたとこには売ってました。初めて見て、えっね、なんかもう塩キャラメルって結構夏とか秋にかけていっぱい新商品として出ることが多いから、もしかしたらゲットできるかも。愛知のひろゆきさん、星の花火。ひろゆきさん、ハートありがとう。そうだよ、こなかちゃん一寸玉ありがとう。あ、さっきコメントにもあったんですけど、皆さん会社様に9月18日水曜日のお休みはいただけましたでしょうか。いただけましたか。ニッシーさん、星の花火ありがとう。塩キャラメル味、言いました。お、広島出張になりましたと。お、広島出張になりましたって言ったの。許可降りた。あ、お休みは自分で守り抜くしかないので頑張ります。頑張ってください、応援してる、絶対に守り抜けるよ。あ、当選したらね、大事です。いつからなんだろうね、まだね、それこそソラハの生誕祭より前に開催される四国のね公演が受付まだだし、どうなることやろ。いつからなんだろう、9月入ったらかな。お、絶賛交渉中。来てほしい。ソラハ推しの方にもぜひ会っていただきたい。素敵な方っていうのを
まだ会ったことない方が多いと思うからね、直接空も会いたいよ。オンライン上だからいつも直接見たい。いや、上司がお休みでした。なんとなんと明日は来るかな、上司さん。じゃあ私からも願っとこう。上司さんが来て上司さんに許可得れますように。いける説浮上しました。え、お、今年も来てくれますか。いける説じゃなくて行く。体調も大事だよ。素直すぎて予定18時半からです言うたら定時まで頑張ろうお休みしていいよとか、お昼まででいいよとかじゃなかったの厳しめやね。でもできるって思われてるってこと、いいこと。生誕のためにスペサポ入ろうと思ってる。そうよね、スペサポだったらね、前の列確定みたいなやつありますもんね。スペサポもうソラハウスの方がもう前の下手。そう、ソラハウスの方はもうぜひとも下手です上手ももちろん行かせていただくんですけど、でも圧倒的下手でパフォーマンスすることが多いので下手がいいですね。生誕公演後の帰りの手段も、うわ、帰りの交通手段、早い、嬉しい。もう来てくださる気満々で、バッチグー。通勤急行通過駅さん、一寸生ありがとう。パタンさん、星の花火ありがとう。ソラハ生誕人気なので、いや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 、そんなことはない。そうであってほしい。下手。こんばんは。2.5 来たな。新規もいていいですか。いやいや、一時期空のこと好きって言ってくださってたやん。もうまた逆に来てくれるのは嬉しいよ。他の子に釣られるのは悲しいけど。今は空だけだもんね空だけだもんね。 BBB さん、星の花火ありがとう。死ぬわけの自家用ジェットなんてありませんお金持ちになっても自家用ジェットは買えません去年の生誕バルコニーでした。じゃあ今年の生誕は最善で行きましょう。8月9日と生誕祭の日は祝日だと思ってます。嬉しい。そんだけ大切な日って思ってくださってるってことが嬉しい。あ、何、新幹線時刻チェックと何取った、ホテルかな。嬉しい。もう売れましょい、売れましょい、お祭りだお祭りだ。どのメンバーさんが出るのかもわかんないけど。よいさん、星の花火ありがとう。生誕 T じゃなくてもいいですよね。あー、でも生誕 T だと嬉しいな。 I love ノースリーブ、バイシナのソラハ T シャツだと嬉しいな。何があっても広島に行く決意。心臓捧げ心臓捧げちゃダメだけど、大事、来てください。連番する予定だった人と、あれですか、シュですか。仲直りできた。次の日が朝から会議なんで慌てて帰ります。行けないように気をつけてください。走る走る、あれだな。じゃ、そう、 I love by no sleeve、 I love by no sleeve って何、 I love no sleeve by シナのソラハ T シャツ。現地でも販売されるかな。ゆうちゃん、三寸玉ありがとう。みんな、ね、台風がね、ね、台風ね、そうだよね、今ね、クルージングがね、なくなっちゃったよね。
9月もまだ油断できませんからね、生誕祭の付近も。そらは生誕ぶり待ってる。可愛い子たくさんいるけどダメだよ、そらはだけでね。斉藤さん星の花火ありがとう。ねえちょっとね、今年は8月頭っていうよりもさ、生誕、いつも生誕祭ぐらいだから8月9日らへんが台風心配ってなったけど、今年はね逆にそっちはまだ大丈夫で後半っていう感じがあるよね。ちょっと不安だよね。9月に突入してもありそうでドキドキ。もちもちか、もちもち。今日の帰りにちょっと買いだめしました。え、大事です。買いだめ、なんか貯めすぎたらね他の方が買えなくなっちゃったらあれだけど、空はもう、空は別に何も買ってない。今日買った食べ物これだけなんだけどちょっとね、それこそなんだったっけ、この前ねコッコさんからお誕生日でレトルトのカレーたくさん美味しいやついただいたし、レンチンパックのヘルシーご飯もあるし、冷凍のネギマグロもあるし、なんとか生きていけそうだなと思って、何も買ってないけどちょっと買ってた方がいいかな。確かに生誕ティーが届いてるの嬉しいよね。みんなが来てくれてると嬉しいな。お米ね、お米が結構どのスーパーでもない。でもこの前おじいちゃんとお米探しの旅に行ったら1店舗目で見つけて無事購入できて安心。たこ焼き嬉しい。たこ焼き確かにレンチンができなくなる。確かにね、怖いね、そう思ったら。まあ、でもなお菓子じゃあ買っとこうかお菓子買おうかな。お菓子買ってたらさ、レンチンとかなくても食べれるやん。お菓子、今日すごく大人。え、嬉しい。絶対巻き髪だよ。もう取れちゃったけど、絶対巻き髪、絶対に巻き髪じゃん。あと前髪切りました。わかんないかもだけど、自分的には結構切った。お前にはなってないけど、わかるかな。前結構ね、昨日までこの辺だったんだけど結構切った。タンタカタン、タン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 タカタン、タカタカタカタン。分かってたよ。だよねー、だよね、だよね。そうだよ、短くなったの。ハチさんさん、すんなもありがとう。 TT さん、推しの花火ありがとう。美人すぎ。スクショ忘れてたけど撮れた。今ので、今ので撮れましたか。今日の雰囲気好き。嬉しい、やった。好きですか。大人っぽい。サラハも大人っぽくなりたいんですけれども、ハーフアップ系、ハーフアップ風。こっち来たな、こっち来たなかった。
どないます？口つきとなかった。ずいぶん大人になった。嬉しい。大人の階段の、やっぱ20歳になったからかな。関係ない、関係ないか。ソラハのハーフアップ好き？嬉しい、やったね。今日のあ、そう、今日のお洋服ね、パーセット見せました。それこそパーコと歩いてたら、全然知らない人たちに、あの二人同じ服着てるんじゃないみたいな、なんか多分酔っ払ってる男の人なのかな、わかんないけど、めっちゃ大きい声で言われて、え、絶対うちらのことだよねって言ってたら、なんか101匹のワンちゃんみたいって言われて、ちょっと恥ずかしかった、ちょっと恥ずかしかった。でも一緒ではないんだよね、似てるけど。ナポスケさん、かわいい、似合う。たくやさん、星の花火ありがとう。そう、前髪すっきりしてるの。お団子、お団子いいよな。どうしよう、花垂公園迷う。おろしにするか、お団子にするか。あんま生誕でお団子してるメンバーさん見たことないけど。斉藤さん、星の花火と。ナポスケさん、結婚して。カズさんも結婚して、スクショタイムなんてしちゃって。明日はちょっと遅めの時間帯からのお仕事なので、朝ゆっくりできるんですけど、お風呂もうやんなっちゃう。毎日毎日、誰なのお風呂毎日入るって決めたのね。怒る、結局プンプン丸なんだから。今日はインスタ何投稿しよっかな。どうしよう。フルキャンセル界隈は、いや、ダメですよ。フラちゃんと入ろう界隈になるから。え、どうしよう。インスタみんなまだ見てない方は見てね、見てください。もうね、信じられないぐらい逆光すぎるお写真で申し訳ないんですけど、くんなってなるんですけど、ぜひ今日の見てください。今日のパン屋さん、それこそブルーライブ広島でライブがある時とかはぜひ行ってみてほしいんですけど、コスケさんだったっけ、合ってる。花火ありがとう、星の花火。入らなくてもいいよ、見てみます。やだ、入りたい。今日だって朝から活動してたからさ、行動してたからもう汗かいてるもん絶対。お風呂は滑っててるので、あとは寝るだけな。うわー、悔しい。それは羨ましい。そしてじゃあ今日のインスタグラムのストーリーに載せるものをちょっと調べたいと思います。どうしよっかな、動画にしようかな。お風呂と楽しくなるグッズが欲しい。確かにアヒルちゃんグッズはちょっと子供だから。お風呂に何があったらお風呂入れるだろう。お風呂にマッサージ機があればありそうだけど、入れる。コスケやばい、コスケ、ショウスケね。トシーラさん、おじの花火ありがとう。日本人は綺麗好きだから毎日入る。確かに、でも綺麗好きなイメージっていうかね、清潔っていうか、なんていうのあるね。そうなんだ。たくやさん、星、かいさん、一寸玉ありがとう。
お風呂、かえさんで星の花火とカズさん一寸生鈴木さんでもありがとう。水圧でヘッドマッサージできるので、ああるよね、あるよね。どうしようね、なんでお風呂ってこんなにも難しいんだろう。動画にしちゃおう、動画載せちゃおう。何の動画にしようかな。最近ちょっと動画にハマってる。ミチさんの等身大パネルあったら緊張して入れない。逆に緊張して入れない。どうしようどうしよう、何にしよう。動画食べてる系が多いんだよね。私食べてる系動画が多いんだよね。食べてない系動画ってあんまないかも。でもなんかしらずっと食べてる。何にしよっかな。クリスマスとかも本当に季節感やばいやつしかない。ダンス動画ないんだよな。パン食べてるやつとかにしよっかな。ね、めっちゃくちゃさ、一口大きくても許してくれる？わーって食べてる。許してくれる？この前、昨日載せたね。昨日載せたカフェあるじゃないですか。あれ姫路のねカフェなんだけど、インスタストーリーぜひ今見ても多分残ってるからあれなんだけど、カフェドムッシュっていうところでアーモンドトーストをいただいたんですけど、その時の動画をパパに撮ってもらったんだけどね、信じられないくらいね、あもう顔ですって感じで、顎も取れそうですって感じで。今日これにしよっかな。真空圏さんだるまありがとう。みんなインスタストーリーもちゃんと見てくれてる？毎日絶対に1個投稿するようにしてます。インスタストーリーは、インスタの投稿はね、10日に1回なんだけど。これは音声なしにしよっかな。人と会話がめっちゃ聞こえちゃう。毎日必ず見てる。毎日投稿、そう、 X とインスタストーリーは毎日投稿してる。毎日見てる、ありがとう。そう、とても素敵な、なんて言うんですか、雰囲気っていうかカフェでした。長いかな。美味しそう。このぐらいにしよっかな。6秒ぐらい、これにしよう。じゃあ55分になったら投稿します。そう、カフェドムッシュめちゃくちゃ美味しいトースト。和樹さん、星の花火ありがとう。ムッシュの量多すぎる。確かになんかランチとかめちゃくちゃ多そうだったけど、アーモンドトースト、なんかもうめっちゃ分厚かったの、食パンが。
普通のパンの2枚分3枚分ぐらいの分厚さなんだけど、ペロッと食べましたペロッと一人で食べちゃいました。プラスメロンソーダペロッと食べました、飲みました。インスタストーリーにはね、コーヒーのやつなんだけど、コーヒーはちょっとパパに借りて、パパがメロンソーダよりもあのコーヒーの方がいいんじゃないって言ってくれて、コーヒー置いて撮ったんだけど、私はメロンソーダでした本当は。そう、めちゃくちゃね、厚切り、ガチガチの厚切りでした。だからソラハも食べれんかもと思ったんですけど、全然余裕で3切れ、3つにも分かれてたんですけど、3つともパクパク食べました。52分、パパにお借りしました。パパにお借りした。コーヒー飲む。ソラもねコーヒー飲むんだけど、カフェラテがなくて、あったのかな、あったかもしれないんだけど、なんかメロンソーダが飲みたくなっちゃって飲んじゃった。みんなはさ、あんまり喫茶店とかカフェとか行かないかもしれないけど、まあ、行く人もいると思うんだけど、お仕事のあれとか、なんかプライベートとかで行くかもしれないんだけど、そういう時何飲みますか？やっぱコーヒー？あんまジュースとか飲まない？あんま飲まん。あ、あった？あったか。ブラックコーヒー、ブレンドコーヒーとか？そう。カフェオレ、確かにわかる。ソラもね、カフェ行ったらカフェオレ多い。あ、紅茶派。確かに。ソラ紅茶じゃないんだよな。紅茶のちょっと苦手なんですよ、どっちかっていうと。カフェラテ、わかる。カフェラテよね、やっぱり。たまにリンゴジュース、妹オレンジジュース飲んでた確かに、たまにジュース系飲みたくなるよね。コーヒーか。コーヒーがやっぱ多いね。あ、おすすめのコーヒーね、そのなんか喫茶店とかカフェ限定のねコーヒーとかあるもんね。カフェラテ、紅茶、あ、紅茶派が多い。で、そうなんですよ、私は紅茶がちょっと香りっていうのかな、ちょっと苦手なんですよね。全然飲めるんですけど、物によりけりって感じで。でも昔飲んだ多分紅茶がダメで、何の紅茶飲んだか知らんのやけど、なんかさ、初めて食べたチーズケーキとかチョコレートケーキ、初めて飲んだ、なんか紅茶コーヒーとかがさ苦手だったらさ、もうその苦手な意識がついちゃって、食べれないことが、食べれなくなっちゃうことが多いよね。大人になったらでも美味しく感じることとかもあるから、味覚変わってて美味しいとか、あれ？この、これは食べれるとかなるからね。ぜひいろいろ食べて行っていった方がいいけど。インスタストーリー上がったかな？あ、まだアップロード中ってなってる。真空圏さん、だるま、一寸玉ありがとう。紅茶、エスプレッソ、大人。コーヒー大人だな。そらもコーヒー、あのカフェラテじゃなくてコーヒーで生きる人になりたいね。あ、通知来た？動画上がった。そう、見て見て、動画あげました。今日の分のストーリー、今から24時間後で消えちゃうので、もしね、今配信見てるから見れないよって方は、配信もうそろそろ今日は終わってしまうので、配信が終わった後にぜひ見てください。お、やった！すでにいいねしてくださってる方がいる。
嬉しい。いいねしてくださってる方のちゃんと私はあのお知らせからバッチし見させていただくので嬉しい。ほぼほぼ私ハイライトにね残してるからね、みんないつでも私のハイライト見てくださったらあれなんだけど、今回はちょっと音なしなんですけどね。うまって言ってます。これアフレコとかつけたらよかったかな。うまって言ってます。なんか目睨んどるように見えるかもしれないんですけど、これうまって言ってます。うまっ。声がめっちゃ入ってるんだよね。お父さん一瞬でもありがとう。そう、おとなしでも言ってること伝わる。あ、本当？うまっ。目キョロキョロしてて、そういえば眉毛の形どないなったって感じ。これで私はハイライトに入れたので、あのいつでもみんなが見れる。あ、みんないいねしてくれてる、嬉しい、ありがとう。そうだよ、私アホ毛がやばいんですよね。アホ毛やばいやばいマンだから、これ白の壁だからね、もうよりアホ毛がすごいんだけど、怒ってるように見えるね。確かに眉間にしわ寄せて、確かにめっちゃ眉間にしわ寄ってる、嬉しい、みんな見てくれてる、やった。まだインスタフォローしてない方はぜひフォローしてみてね。あのあびっくりした、なんか急に音楽流れた。公演とかの時にね、ぜひ広島に来た時とか、兵庫県も結構載せるようにしてるんですけど、グルメの皆様のお食事の参考になればなと思って、ちょっと投稿頻度はちょっと少なめになっちゃうんですけど、投稿してるのでぜひ見てみてください。あられさん三寸玉ありがとう。ムッシュ、そうカフェドムッシュ、広島じゃない、姫路には2店舗あるんですけど、それは姫路店っていう方に行きました。またそちらも投稿しますので待っていてください。そう、食パン、え、嘘、食パンじゃない、食べてからパンに挑みしてる、嘘嘘、ちょっと待って自分で見よう、確認しよう。ほんまや。うわーうわー、食べたくなってきた。自分でこの動画に飯テロ食らってる。うわー、おいしょー、うまちょうちゅぎ、うまちょう、姫路ムッシュ3店舗目が最近オープンしたんよ。そうなの、調べた時に出てこなかった。3店舗目、え、どんなとこなんだろう、どこ店なんだろう。みんなコメントもありがとう、嬉しい。あ、いいねもしてくれてる。え、アーモンドトースト、やっぱみんな知ってくださってるのかな。アーモンドトーストについての感想も多い。そう、ぜひね行ってみてください。空もいっぱい投稿するから待ってて。アーモンドトースト、明日はちょびっと早起き、いや全然早起きじゃない、え、どうしよう、早起きしよっか。一日を有効に使いたいので、あとお誕生日のね配信、お誕生日配信の時にいただいたタワーのお礼もまだできていないので、こちらもしたいのでちょっと書いていきたいと思います、時間があるとき。かまちゃん一寸生ありがとう、こんばんは。
でね、今日発表されたんですけど、もう発表されてすぐにメールにも X にも投稿させていただいたんですけど、9月14日土曜日から9月16日月曜日祝日まで横浜アリーナで開催されるアットジャムエキスポ2024に出演させていただきます。なんとね、私たち ST48 は2日目の9月15日水…嘘です。ST48 は9月15日日曜日に、ストロベリーステージにて15時5分から15時35分までの30分間ステージに立たせていただくんですけど、X にもメールにも書いたんですけど、アットジャムエキスポ2019に実はね出演させていただいていて、その時は選抜メンバーでもなくて出演メンバーにも選んでいただいていなかったんですけど、その当時いた私が尊敬していて大好きなトロブユリさんがいらっしゃるんですけど、トロブユリさんがその出演できないってなって急遽出演させていただいたのが、まあ、初めてで、それが最初で、まあ、それ以降はなかったんですけど、その急遽出演させていただいたぶり、約5年ぶりに出演させていただきます。その時は本当に選抜メンバーでもなかったですし、まだ加入して1年半ぐらいで、もう全然もう何もなかった私なんですけど、その時よりかは成長できたかなって思うし、選抜メンバーとして立たせていただけるのでぜひ来てくださると嬉しいです。そうだからね、なんとびっくりなことにね、もうこの辺は3日間連続で会えるんですよ。14日は花は誰のもの公演、15日はアットジャム、16日はママループで3日間。かまちゃん星の花火ありがとう、優しい、昨日より1ミリ成長してくれれば OK、 優しい。そうチケットもね楽天さんにてね販売中なので、15日水曜日の23時59分までなのでよろしくお願いします。当日券で急遽参戦した、そうよね、来てくれてたよね、嬉しい。もうあの時はソラハめっちゃ天才だったと思う。なんかもともとそれこそゆりさんのポジションで公演をしたことあったりとかあったので、ゆりさんのポジションをしたことがあったけど、でもほぼ初めての曲で、しかも真夏のサウンズグッドだったっけな、その時踊ったことなくて自分で振り起こした気がするしかもなんか前日の夜の22時に連絡が来たする、なんか10時くらい、10時9時に連絡来た気がするの。明日のアットジャム出演していただけませんかみたいな来て、でびっくりして、もう嬉しくて、でお願いしますって言っていっぱい資料とか送っていただいて、夜徹夜で覚えて、始発か分かんないけどの新幹線乗って行って、メイク終わった後にメンバーさんがやろうって、合わせよう、ステージ裏で合わせようって言ってくださって、合わせたのめっちゃ覚えてる。そうなのよ、あの時の私すごかったよ、今思ったら。てかね、私2019年ぐらいめっちゃ頭回転してたと思う、信じられないぐらい回転させてた。その時めっちゃすごかった。全国ツアーのポジションもなんか場所県によって違ってみたいな、あの時すごかった。なんかすごいミラクルを起こしてました2019年の全国ツアー。 5箇所5県
5軒回らせていただいたんですけど、5箇所5軒とも違うポジションでありました、確か。まあ、でとはいえでやっぱ STA48 の楽曲だったら、まあ、サビは変わんないし、他の楽曲だったらねサビ変わんないけど、まあ歌割りとかで振りが違ったりとかしたんだけど、でもほぼ自力で覚えてた気がする。なんかあの時の空ほんまに天才やったと思う。今はそんなんしろとか言われたらできるかわかんないけど、最強ツイン、あ、でもなんか最強ツインテールと法定速度とかサステナブル、あ、でもサステナブルもなんかポジション3、4個やったな。でも STU 楽曲とかは5ポジやった気がする。もうその時の資料見ないと分かんないけど、あの時はなんかミラクルでしたね、私ミラクってましたミラクってました。キングさん星の花火ありがとう。そう、とてもね、そう、でもギリギリでもチャンスをくださったっていうのが嬉しかった。その他のメンバーさんにも聞いてたのかもしれないけど、シナの2019年のアットジャムの時にシナのどうですかみたいながスタッフさん内になって連絡来てくださったのも嬉しかった。そう、真夏のサウンズがつぶやきながら次のステップへ進みたいね、恋の下流からも波音とサウンド心が騒ぐよ。キングさん星の花火ありがとう。自分のポジションできたから、いや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 、私はもうビクビクしてますよずっとずっとビクビクしてます。どんな時も全く余裕なんてないですから、私にとってもう怖いですもん。もうなんかお話か折り返し時点の時点でもう怖いですもん、私ビクビクしてる。今でも頼まれたら頑張ってしまいそう。いや、それはもちろんですよ。頼まれたらっていうか言われたら全然やります、もちろんやらせてくださいっていう感じです。花誰もね、他のポジションを覚えたかったんですけどね、あのポニーテールをほどいた君を、んポニーテールほどいた君を見たをめちゃくちゃしたくてやりたかったんですけど、ココアさんもたくさん忙しくて、ココアさんが出れない時にソラハも違うポジってなったあれだから、そう、ちょっと一個のポジションだったんですけど。イキャスさんかっこいい。ダブルブレーキさん推しの花火ありがとう。そう、確かにゴゴリバ公演が始まるまでその前のね出張公演とか一回も出れてないからね。陸上出航準備中、もう出航準備中が風を待つの選抜メンバーだったっけな、確か出航準備中。でも花だれ違うメンバーさんの覚えてたらちょっと船降りの時に心削ってたかもねありがたいことにセンターに選んでいただいた楽曲だけど違うポジションだったら自分のポジションでできないってなってちょっと涙涙になったかもしれない。なんか懐かしい。それこそね、今日そのマネージャーさん、元マネージャーさんとお話ししてたんですけど、元マネージャーさんはいつぐらいだったっけな、ドラさんが加入してちょっとしたら来てくださって、いや1年かな、いやでもそんな 1年とかだったかなぐらいからコロナ禍ぐらいまで 2,3 年前までいてくださったので、でプラス
その方が来てくださって、すぐに私担当してくださったでしょ。何人か他にもメンバーさんいたけど、でもなんかその時の頃の話とかして懐かしいなってなってました。あの時ああいうのあったよねとか、全国ツアーいっぱい回ったよねとか、こういう選抜発表の仕方あったよねとか、懐かしいとか、そらはあの時やばかったねとかなんかいろいろ話してました。私がね過去に担当してくださったマネージャーさんは、その方と今の方と、もう一人、もう二人かな、いっちゃん初めはねマネージャーさんっていうか一人女性の方で、もうその次が一瞬だったけどドラさん全員を担当してくださった、それこそドラさんのコンサートとかしようって言ってくださった、その方は男性の方なんやけど、でその次かもずっと女性なんだけど、懐かしい話をしてました。ウィーコさん、ウィーコさんあたり、でも初期の頃のソラハのことを知ってくださってる方ってさ、今さもう多分さあんまりいらっしゃらないじゃないですか。だからさこういう話をするとさ、なんか会話しず話が入りづらいってなるかもなんだけど、でもそういう時のソラハがあった頃あったからこそ今のソラハがいると思うし、あの時いろんなことがあったけど諦めなかったからこそ今こうやって幸せな気持ちで活動できてるから、逆に知ってほしい昔のことも。口頭でしか伝えれないけど、スラハンのこともっと知ってほしい。もう知らないことがないぐらい、何でも話すからみんな知ってると思うんだけど。ヘルムビーゲさん、鳥居さん、一寸生もありがとう。アルバムさえ当たった、待ってる、また会おうね。 KKK さん、一寸生、おちょこちょいさん、一寸生ありがとう。それこそもうさ7年目になるのか、すごいよね。沸騰石さん、風呂敷ありがとう。ずっと頑張ってきてたのは外から見てても思ってた。見てくださってた？嬉しい。ちょっとでも見てくださってたのは嬉しい。去年の生誕祭でなんか楽しかった、19歳の1年は楽しかったみたいに言ってたんですけど、もちろんどの年も信じられないぐらい苦しい期間もあるし、もちろん選抜メンバーになってからも苦しい期間もあるけど、でもそれよりも楽しい活動、自分が好きなことさせていただいてるし、楽しい活動が出てできているからね、楽しい幸せが勝つんですけど、だからね、もっともっとね、もちろん悔しいのはこれからもあると思うけど、それ以上にね楽しい幸せをみんなと作っていきたいじゃないけど、感じていこうね。21歳も。ヤオさん、一寸生ありがとう。そろそろ終わろう、20分に終わろうかな。まだまだ知らんことはもう何でも話しちゃう。あ、ごめんけど住所とか携帯電話番号とかは言えれんけどプライバシーなことは言えれんけど、富子推しのソラハちゃんっていう存在したけどあんまり意識してなかった。でもちょっとでもね、そのソラハの層とか、あの剣道とか、なんかもうちょっとでもなんか知ってくださってるのは嬉しいね。生誕待ってる。今ソラハをしてるのめちゃくちゃ楽しいです。本当に
そう言っていただけるのは嬉しい。でもソラハもめっちゃ楽しいよ今。信じられないぐらい幸せだよソラ。ありがとうです、感謝。頑張ろう、もっと頑張るね。いいお知らせができるように頑張る、頑張る。自信に満ち溢れてるはないんですけどね、自信に満ちてるっていう。もちろん昔よりかは自信はついたんだけどね、やっぱみんなのメンバー一人一人がすごいしさ、私がちょっとでも成長したってことは、皆さんもそれ以上に皆さんも成長っていうかね、レベルアップしてると思うから、そのみんなのレベルアップに負けないようにもっとレベルアップして生きるように頑張る。クックさんファイト、ヘルムビーゲさん星の花火、テレウナギさんレインボースターありがとう。人生は一度きりだからね、この21歳の8月27日も一回だけだからね、全部一回だけだから、人生はやり直しできないし、あの時ああすればよかったとかもでもできないからね。ね、生きがい、そうやったか、皆様のこうで生きがいとかもそうだけど、なんだろう、生活している中での楽しみとか、お仕事頑張れるのはソラハのおかげとか、なんかそういうなんか生活にとってソラハっていうのが出てきると嬉しい、ね、定期的に来ていた落ち込んだメールがあまり来なくなったから自信を参りちゃったと思う。うん、確かにね、確かに昔よりかはね、頑張るね。あの時押しとけばよかったがないように押します。また会おうね、お話し会の受付さんや始まったら待ってるよ、それまでずっと好きでいて、その時までって言わず、まあ私が卒業するまで好きでいてほしいけど、立派だなんて全く。ではそろそろ誕生を読みたいと思います。13位リオちゃん、12位アスパラさん、11位ヨイさん、10位ヘルムビーゲさん、9位最新型ポンコツさん、8位カズさん、7位アラレさん、6位カイトさん、5位テナウナギさん、4位ミーさん、3位赤木秀文さん、2位カマちゃん、そして1位はイキャスさん、ありがとうございます。皆さん本日分の一寸玉だったり星の花火は私のルームで投げ切りましたでしょうか、ね、31日までなんですけどね、花火ギフトまだまだ集めておりますので、もしよかったらえいえいっておりゃおりゃーってこのルームでほりゃーって投げてくださると嬉しいです。ありがとう。チロさん結婚してありがとう。ヨイさん一寸生、ヨウさん星の花火、ユイさん一寸生、ジャストミートさん星の花火ありがとう。リンタロウさん、ユイさん一寸生ありがとう。明日はお夜かな昼かな分かんない、また配信できる時に予約入れて配信したいと思いますので、まだルームフォローしてない方はぜひルームフォローしてまた遊びに来てくださると嬉しいです。ダブルブレーキさん、おとんさん、星の花火ありがとう。インスタグラムのストーリー、24時間で消えちゃうストーリーもそうなんですけど、今日投稿したちょっと逆光にも程があるすぎるパン屋さんも本当に美味しいパン屋さんなので、こちらのパン屋さんの投稿、そしてお昼に投稿した姫路モノレールのお写真と、アットジャムに出演しますっていうお知らせポスト、合計4つかな投稿、ぜひ見てくださると嬉しいです。配信見に来てくださってありがとうございました。また明日
お会いしましょう。メールの返信なども待ってます。ではバイチャロポー、またね、おやすみちょー、ありがとうございました。